ビラーゴとはヤマハ発動機が製造していたクルーザータイプのオートバイである。正式な社名は形式の XV となっており、サブネームであるビラーゴはジャジャウマ娘、口やかましい女、おてんば娘という意味。本校では XV 系モデルのうち主にビラーゴとスペシャルのサブネームを与えられたモデルを解説する。 1981年に発売された XV750 スペシャル1980年代前半までの国産アメリカンはスタンダードなロードスポーツモデルをベースにしている点が特徴的であった。キャスター角の調整と前後タイヤ系の変更により、車体を後ろ下がりに調整し、プルバックハンドルと段付けシートの装着により、ホースバックスタイルのライディングポジションとしたモデルであり、 厳密には、クルーザー仕様と言うべき車種であった。なお、当時のクルーザー仕様のサブネームには、メーカー各社とも命名に特徴があり、ヤマハの場合は、スペシャルとされるのが通例だった。その中で、本物志向のアメリカンを狙っていたのが1981年に発売された XV750 スペシャルであり、ホンダも同じコンセプトで、 CX カスタムをラインアップに加えていた。しかし、XV750 スペシャルは、当時の国内保安基準からスタイル的にアメリカンになりきれない遠慮があったため、それを割り切って、フルモデルチェンジを行ったのが1984年に発売された、XV750 ヴィラーゴである。低いシート、長いフロントフォーク、段付けシート、空冷。 V 型エンジンを搭載するという点で最もアメリカンに近かった。しかし中途半端に馬力を求めたエンジン特性のせいでアメリカンの醍醐味である鼓動感が抑えられていた。これを見たホンダが水冷ながらも馬力を低く抑えトルクやエンジンの鼓動というアメリカン特有の味を前面に出したのがバイク史上に残るヒットとなったスティードであり、ヤマハもそれに応じる形で 後にドラッグスターへのモデルチェンジを行った。1981年の登場以来、シリーズ車種として排気量別に生産されていたが、日本国内では1996年に登場のドラッグスターシリーズへと順次起死転換された。なお、ヤマハ製、クルーザーモデルの北米市場用ブランドとして、V、スターシリーズがあるが、ラインナップのうち V スター250については、 輸出仕様の x v 2 5 0ビラーゴが継続販売されている。このため、x v 2 5 0ビラーゴは、1988年以来25年以上に、わたって生産され続けている、ロングセラーモデルとなっている。2011年5月には、静岡県浜松市にある、ヤマハコミュニケーションプラザに、オーナーたちが集まり、ビラー,ゴサーティースアニバーサリーが開催され、 オーナー同士の交流が行われた。x v 2 5 0ビラーゴは1988年に発売された。250cc クラスながら、ローロングの本格的なクルーザースタイルの車体構成に、新開発の V 型に気筒エンジンを搭載する。通常モデルは、アップハンドルとフラットハンドルの2種類が用意されたほか、年式により、ビラーゴ S や、 ビラーゴ SP などのグレードも存在する。2000年6月に後継機種のドラッグスター250が登場したことにより日本国内での販売は終了となった。他方輸出モデルとして生産は継続されている。北米市場では2007年モデルまでがビラーゴ250として販売され、2008年モデル以降は V スター250として販売されている。なお、 最初期の北米市場では、XV250 と66の名称で、販売された。使用遠隔、XV400 スペシャルは1983年3月に発売された。XV400 ビラーゴは1987年3月に発売された。通常モデルとして、アップハンドルとフラットハンドルの2種類が用意されたほか、同年11月には特別使用車。 ブラックスペシャルを発売。1996年2月に、後継機種のドラッグスター400が登場したことにより、生産終了となった。XV400 スペシャル仕様遠隔、XV400 ビラーゴ仕様遠隔、XV1100 ビラーゴは1995年2月に発売された。日本国外向け仕様となるモデルを列挙しているため、上記で解説した国内向けモデルとの実質的な、 重複を一部に含む、ビラー百535メーカー、公式サイトバイク情報ポータルサイト、ありがとうございます。